はい、どうも皆さんこんばんは、バシュウチュンニッチございます。はい、ということで、もう本日はまあもう画面に映っているこちらのものを、紹介したいと思うんですけれども、まあ、こちらは何かって言いますと、もうね、多分ツイッターとか見てくださった方、あともうこの時期やったらね、もう大体もうお察しできる方いらっしゃると思うんですけれども、今年の4月か5月ぐらいに始まったのスクエス5周年のリツイートキャンペーンですね。ツイッターのこちらのスクエスシリーズ5周年記念毎日やったらツイッターリツイートキャンペーンのね、あったじゃないですか、あれの A 賞のメッセージカードがついに届きました。届いたのが昨日だったかな、8月31日だったかなぐらいに届いて、もうやっと来て、よっしゃ見ようと思って封を開けたんですけど、なんかちょっとこの記念すべき動画かなんていうのあれをちょっと動画にしたいなって思って、急遽撮ってます。まあでももう封は開いた状態なんですけれども、中身はまだ見ておりませんということで、めっちゃ楽しみです。で、今モザイクかかってると思うんだけど、この住所の隣にこうやってね、あのりんちゃんの文字であったりとか、こう花よっていう文字がね、のっついてあったり書いてあったりとかするので、もうね分かるんですけれども、そうです、A 賞りんちゃんと花よが当たりましたということで、とりあえず、りんちゃんの方から見ていこうかなと思います。それではまずりんちゃんの方の入ってるもの、これがその文章のやつかな、さっきそっち見ようか。はい、ということで見て読んでいきましょう。スペースシリーズ5周年記念毎日アトリツイートキャンペーン、当選商品ご送付のご連絡。背景、スマス後の清少のこと喜び申し上げます。いつもラブライブスクールアイドルフェスティバルをご利用いただき誠にありがとうございます。この度あなた様が、見事当選されましたので、ここに商品を、発送いたします。ご冊収くださいませ。今後ともラブライブスクールアイドルフェスティバルをどうぞよろしくお願いいたしますということで、KF 印、A 賞ミューズアクアメンバーからのメッセージカード送付案内状 1点以上ということで、はい、ちょっと読めない感じあって、ちょっともうお恥ずかしい限りなんですけれども、でも早速見ていきましょう。りんちゃんのメッセージカードはこちらです。じゃん、おー、すげえかわいい。あ、裏こんな感じだ。5周年アニバーサリー、フィフスアニバーサリーだね、ラブライブスクールアイドルフェスティバル。うわー、いいじゃん、かわいい。それでも早速読んでいきましょう。 For you、 こんにちは、いつも応援ありがとう。あなたの応援があるからリンは今日も頑張れてます。ありがとうの気持ちを込めて、今度はリンがあなたを応援するね。フレーフレー、元気なお裾分けがあなたに届きますようにということで、リンちゃんのサイン付きで、いいね、なんかリンちゃんらしい文章だよね。ただ珍しくニャーの文字がないっていうのはあれですけどね。え、いやー、めっちゃいいじゃん、ありがとうございます。いや、嬉しいね。いやー、嬉しい。さて、お次ですけれども、こちら花代の方をね見ていきたいと思います。で、中身のお手紙っていうか、この紙は一緒ですね、多分、一緒だね。はい、まあこんな感じで一緒です。それではついに僕の推しの花代のやつを見ていきましょう。それではいきます。ドン、あ、ダメだ、もう、あー、もうよっきーです、ありがとうございますということで、読んでいきましょう。 For you、 こんにちは、小泉花代です。日頃の感謝の気持ちを伝えたくてお手紙を書いてみました。いつも私たちを応援してくれて本当にありがとうございます。憧れだったスクールアイドルになれて毎日頑張れるのもあなたが見守ってくれてるからなんですよ。あなたに励まされるたびにスクールアイドルが大好きって気持ちがどんどん大きくなってるのを感じます。スクールアイドルになったばっかりの時の気持ち
ずっと忘れずに頑張っていきますね。これからも応援よろしくお願いします。小泉花代ということで、もうね、もう一生応援します。はいいやー、もうなんだろう、すごいなんかメンバーそれぞれのさ、やっぱ特徴というか、なんだろう、あ、本当に花代が書いてくれてるなっていう風のがあって、いや嬉しいな。いやありがとう、もうずっと応援するよ女。もうね、やべえ、ちょっと鳥肌立ったよ。あの俺のね、ちょっと読むあれが下手だからもうね、ご想像にお任せしますが、何をだよって話だけどね。いやもうかわいい、もうね、本当に当たったのがほっと嬉しいね。もうりんちゃんもこの感じに、ほんとりんちゃんだよな。でもすごいわねえ。はい、ということで今回はね、こちらのカードの方をね紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。いや本当にね、もう待ちに待ったカードだったんで、もう届くか、いつ届くのか、いつ届くのかすんごい楽しみにしてたんですけど、まあね、無事届いて本当に良かったかなと思います。先ほどもね言いましたけれども、こちらね、まあなんか100均で、まあ、100均ですけども、ね、額縁じゃないけどさ、あれを入れるようなやつを買ってきて、部屋にね飾りたいかなと思っております。いやー本当に、うん、もう嬉しいの一言ですね。本当にもうありがたかったですね。まあね、他にも赤メンバーもございましたし、ミューズメンバーもあり、他のねミューズメンバーもありますので、まあなんだろうね、これに関してはどう言ったらいいんかわかんないんですが、まあ当たった人はね、ぜひ大切にしてもらっていてくださったらいいかなと思います。僕も本当にもう大切にしようかなと思っております。はい、ということで本日はね、スクエス50年、Twitter リツイートキャンペーンの A 賞の、ポストカードが届いたよということでやっていきました。いやー本当にね、よかったですということで、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということです。次回の動画でお会いしましょう。場所一応日程者、またね。バイバーイ。